五代目、上村吉也は、歌舞伎役者。屋号は、美容師屋。縄文は、お式型世の字。本名は、遠藤寺家。小芝居から、大歌舞伎に入り、上方歌舞伎の伝統を受け継いだお山や、キャシャ型を得意とした。明治四十二年大分県吉吉生生まれ。三歳の頃から、当地の歌舞伎に、小役で出演し、大正八年には、 中村勝ツ社一座に入り中村慶之助を名乗って福岡元広劇場に出る。各地の小芝居を務めた後、昭和8年に二代目市川右団次に入門、市川右マスを名乗る。昭和19年以降は、松竹専族となり、美貌のお山として知られるようになる。特に、壇の裏かぶと軍機のアコヤを得意とし、連日のお入れを取ったところから、 アコヤのミニマストまで呼ばれるほどの人気役者となった。昭和22年、歌舞伎座で、玄禄以来耐えていた、病石、上村吉也を五代目として襲名。以後関西を中心に活動し、七人の会や、二左衛門歌舞伎では脇を固める重要な役割を、担った。1974年、京都南座で13世位、片岡二左衛門の、近頃河原の盾引きで、 母親を務めた後は、特に老女役が多くなり、上品で渋みのある芸で知られた。中でも、金本中心蔵の岡や、おさむしゅう学法辻の老母を解く、総長長狂は日記のお幸は一大の傑作である。1989年、日本芸能実演家団体協議会より、功労者として表彰される。同年く後等総工局実賞受賞。ひつ氏で、 植村吉也企業歓迎会が行われる。以降、脇に敵機が少なくなった歌舞伎界でその資芸はをもんじられ、舞台に立ち続けたが、肺がんのため京都で死去。去年82、臨終に際しても舞台が忘れられず、さあ、出番や、早いよ旋回、と上ごとを言ったのが最後であったという、ありがとうございます。